グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。玄関脇の土のままだったところを土間コンクリート打ちにします。インターホンをつなげるため配線を道路の方まで通す工事です。新しいポストの独立ユニットにインターホンをつなげます。ポストユニットは木のように見えて腐らないタイプの木目のポールを採用しました。ポストの後ろに新しく木を植えて雰囲気に合わせてデザインをしました。アクセントのレンガ敷きにしっかりと養生をして土間コンクリートを盛んで鳴らします。レンガはコンクリートを吸い込んでしまうためしっかりと養生が必要です。駐輪スペースの土間コンクリート打ちが終了しました。自転車置き場もコンクリート敷きになり、土のままのスペースはすべてなくなりました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。